規模農業を導入する熱帯サバンナ農業開発プロサバンナ事業についてお聞きいたします。今朝のニュースによりますと、このモザンビークなどでサイクロンによる大雨被害が起きておるようでありまして、まず心からお見舞いを申し上げたいと思います。この事業は日本の ODA 資金を通じて進められまして、タイベートをしますと、大豆の品種土地などの調査研究、マスタープランの作成支援、パイロットプロジェクトの3つからなると承知しておりますが、まず JICA に確認をいたします。この事業の目的と内容、マスタープラン作成支援に日本が拠出した資金の合計はいくらでしょうか。国際協力機構越川副理事長。お答え申し上げます。プロサバンナ事業はモザンビーク政府が我が国ブラジルの支援を得まして、モザンビーク北部のナカラ回廊地域において実施している事業でございます。持続可能な農業開発を通じまして、小規模農家を中心とした地域住民の生計向上を目指すものでございます。具体的には作物品種および栽培技術の研究開発、農業開発マスタープランの策定、コミュニティレベルの開発モデルの普及といったプロジェクトを実施してございます。ナカラ回廊農業開発マスタープラン、これにつきましては現時点で確認している範囲では2017年度末時点で、JICA が支出した総額は7億4200万円でございます。井上聡君。伝統的な小規模農協が中心の農業地帯を2030年にはその4割を、商業的な農業が占める地域に変えようと、こういう中身になっております。で、外務省 JICA はですね、この事業について現地での住民との対話を丁寧に行うよう答弁をしてまいりました。私、一昨年の当委員会でも質問いたしましたけれども、プロサバンナの現地の住民からは、この小農の自立が奪われる、環境が破壊されるという声が上がって、全国農民連合 UNAC や市民団体による反対のキャンペーンが行われてまいりました。で、2016年8月には、参加国の市民社会からこの事業に抗議する公開書簡も出され、現地の市民社会や日本の NGO からこの JICA の事業が現地の市民社会への介入と分断を進めたと、こういう深刻な指摘も事態の指摘もされてまいりました。で、外務大臣をお聞きしますけれども、外務省はこの2017年の5月に、マスタープラン見直し支援のコンサルタント契約を一旦停止をしておりますけれども、その理由について、説明をいただきたいと思います。梨田国際協力局長。お答え申し上げます。この農業開発マスタープラン作成プロセスの一環として、地域住民あるいは農民の意見などを広く聞き取る、コミュニティコンサルテーション、いわゆる公聴会を2017年2月下旬から、開始される予定でございました。しかし、コミュニティコンサルテーションへの参加を、拒んでいる反対派の意見も聞き、より丁寧な対話を進めることが必要であるとの考えから、日本政府 JICA からモザンビーク農業食料安全保障省に対し、このコンサルテーションの延期を促したところ、同省がこのコンサルテーションの延期を決定したという経緯がございます。なお、プロサバンナ事業全体が一旦停止されたという事実はないと認識しております。井上聡君。より丁寧な説明をすることが必要だという中で、今答弁があったような事態なんだと思うんですね。で、この一旦停止をされる直前のこの17年の4月に、この事業に関して事業対象地域の小農を中心とした11人がこの JICA の環境社会配慮ガイドラインに基づく異議申し立てを行っております。JICA の資金で行われた市民社会関与メカニズムによる介入と分断などの人権侵害、事業がモザンビーク市民の知る権利を侵害しているという内容でありまして、JICA の手法を厳しく問う、こういう申し立てになっております。実際 JICA はですね、15年の10月からコンサルタントマジョル社を使ってモザンビーク市民社会組織個別訪問という、市民社会の団体や農民組織を個別に訪問する調査を実施をさせて、報告書や書類を受け取っておりますが、この報告で、現地の農民組織や市民団体を反対派、賛成派など、
4つに分析をして、医療分けをしたということが、NGO の調査でも明らかになっております。まあ、それによりますと、小脳を含むプロサバンナに反対の団体を赤色にして、過激派だと表現をして、まあ、取るに足らない数で考慮しなくてもよいと、まあ、こういう報告も受けていたというものになっています。で、実際この色分けに従って反対派の赤に分類した団体を排除した会合も開催をされました。で、コンサルはですね、最終報告書で、UNAC 全国農民連合が、市民社会対話メカニズムに参加しなくても落胆不要、なぜなら、まあ、全農業を農民を代表しないからだとも述べております。まあ、要するにですね、対話と言いながら、地域社会農民を色分けをして、一部を排除して、事業推進に都合のいい世論を作ろうとするものだったと、こう思うんですね。まあ、その後、先ほどありましたように17年に一旦、契約が中止となっております。一方ですね、日本の NGO の関係者の話によりますと、この事業の一旦停止後、2018年の3月に、外務省から NGO に対して、これは河野大臣にも相談をした上として、この反対派を含む参加型意思決定ルールに基づく議論の実現を今後の再開の条件とすると伝えられたとお聞きしておりますけれども、この事実に間違いないでしょうか。確認したいと思います。河野外務大臣。このプロサバンナ事業のマスタープラン策定支援プロジェクトにつきまして、 JICA の環境社会配慮ガイドラインに違反するのではないかという異議申し立てが2017年4月になされておりましたが、2017年11月異議申し立て審査役から JICA によるガイドライン違反は認められなかった旨結論付けるとともに、参加型意思決定ルールに基づく議論の実現に向けたモザンビーク政府の主体的取り組みを JICA は必要に応じて支援すべきとの提言を含む報告書が提出されました。これを踏まえまして、外務省及び JICA で検討し、私も相談を受けた結果として、この報告書の提言を真摯に受け止め、この方向で対応することといたしました。井上聡君。反対派を含む参加型意思決定を再開の条件としてきた、これ大変大事なことだと思いますが、問題はですね、それが実際どのように進んでいるのかということでありますが、昨年の3月の下旬にプロサバンナにのキャンペーンに参加する団体に対して、 JICA の資金で開催する4月4日の農業省主催の会合の招待状が突然送られて、個別に送られました。まあ、キャンペーン側はこれに対してですね、先ほどの外務大臣の判断が守られていないとして、欠席する旨とその理由をレターでモザンビーク政府のモザンビーク農業大臣に提出をしておりますけれども、まあ、このレターを日本の NGO が外務省に転送したけれども、外務省は招待状の受領印があるとして、まあ、参加への意向を示したものだという見解を示したとお聞きしております。これ欠席の返事をですね、まあ、参加にすり替えるようなものになるわけですね。で、まあ、団体関係者はですね、会合で何が起きているのかということで様子を見に行ったわけでありますが、まあ、反対の人がその場に現れたということをもってして、こう反対派も参加をしたと、こういう既成事実化が図られている。で、キャンペーン側はですね、こういう手法に反対する声明を6月に発表しておりますけれども、8月以降も既成事実化が進められておりまして、具体的には、まあ、JICA がコンサルタント契約をして、モザンビーク農業省がプロサバンナ本部に派遣する人物、この方が15年の色分け事業をやらせたコンサルのプロサバンナ事業担当者だと聞いておりますが、この人物がプロサバンナのキャンペーンに加盟する団体に、先ほどの4月の会合のフォローアップだとして個別の面談要請を繰り返しております。で、関係者がですね、様子を確認するためだけに出席したことを利用して、まあ、参加の既成事実化を進めるものだと。で、面談要請はですね、団体が断っても行われておりまして、突然、訪問もあったということで、日本の NGO のもとには、まあ、これを脅迫と感じたと、まあ、こういうことにも訴えが届いているようでありますけれども、外務省、外務大臣をお聞きしますが、この対話とか反対派を含む参加型意思決定といいますけれども、この相手の主張を無視して押しかけて、形ばかりの参加の既成事実を作って事業を推薦することがあってはならないと思います。今行われているようなこうした事態が、外務省が示した対話と参加型意思決定というものと合致しているとお考えでしょうか。河野外務大臣。モザンビークの農業食料安全保障省は、反対派を含む幅広い市民社会農民団体を会合に招待し、
丁寧な対話プロセスを実施していると認識しております。招待されたものの参加しなかった団体も一部あるということは承知をしておりますが、丁寧なプロセスを取っている、そういうモザンビーク政府の取り組みを今後も必要に応じて支援をしてまいりたいと思っておりますし、2018年4月の会合についてはプロサバンナ対象3州からも賛成派反対派双方が参加したと承知をしております。モザンビーク農業食料安全保障省によればノートゥープロサバンナ構成団体を含むすべての参加者が積極的な発言を行ったということでございますので、丁寧な対話プロセスを継続していただきたいというふうに思っております。井上聡君。農業団体の皆さんは会合で何が起きているのかと様子を見に行っただけであるし、こうした使用に反対する声明を出しているんですね。先ほども言いました。しかもこのことがですね続いておりまして、去年の11月にプロサバンマンのキャンペーンの主要メンバーが日本で、参加国民衆会議出席のために出れないような日程で JICA 資金によるプロサバンナ事業に関する対話のあり方の会合が現地で行われました。で、政府系の新聞とされるノティアス紙にこの北部3州の州農民連合がこのプロサバンナ推進に合意して事務局を担当するという趣旨の声明の広告が出されたわけですね。で、この声明はもう農民連合に確認されないまま出されたもんで、 UNAC は1月の21日付で声明を出しております。これによりますとこの広告に出された声明の内容は誤りだと、会合で州農民連合がこれまでと同じ立場を堅持すると表明したのに、それがこの会合の最終声明には含まれていなかった。UNAC はこれまでと同様に事業に反対すると、その立場を堅持するという声明を1月に出したわけですね。で、こうした反対の意見を外務省や JICA にもちゃんと伝えたのにもかかわらず、この JICA の資金による会合が今年1月、2月にも開かれていると。小農民運動の皆さんからは市民社会の介入工作が続いていると、こういうふうに反発をしているわけでありまして、およそ私は丁寧にやっているとは言えない事態だと思います。で、さらにお聞きしますが、この JICA の事業がですね司法で訴訟になったことも重大でありまして、18年の8月にプロサバンナ事業が人々の知る権利を侵害していると訴えを全面的に認める判決が出ました。で、判決は10日以内に情報を全面開示するように命じておりますけれども、モザンビーク農業省は、従前の取り組みを説明するような趣旨のレターを出しただけだと認識をしており聞いておりますけど、ちゃんと全面開示がなされたのかと、JICA は事実関係はどのように承知をされているでしょうか。本政理事。ご質問をお答えいたします。本件はモザンビーク政府の行政機関と、行政裁判所の間でやり取りがなされたものだと認識しておりますので、JICA として直接お答えする立場にはございませんけれど、モザンビーク農業食料安全保障省によりますと、同省は真っ当し行政裁判所に対しプロサバンナ事業に関する事業情報をきちんと開示したという説明する書簡を根拠資料とともに大臣名で発出したということでございます。また農業食料安全保障省は以前からウェブサイトに関連情報文書を公開しておりまして、さらなる請求があれば対応していく方針を公表していると承知しております。井上聡君。一言のように言われますけど、日本の ODA で関して違法判決が受けたということは重く受け止めるべきだと思うんですね。で、訴状にはプロサバンナのマスタープランの元になった JICA による現地調査の基礎データの開示も含まれております。モザンビークのことだとでは済まされない問題でありますし、これ判決は環境社会配慮ガイドラインの異議申し立ての訴えに対する審査報告書が出た後に出されたものでありますから、私は新たな事態を受けてもう一度審査すべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。本政理事。はい、
17年4月に現地住民から JICA 環境社会配慮ガイドラインに基づき異議申し立てが JICA に提出されたのは委員ご指摘のとおりございます。そして同年11月に出された異議申し立て新施設審査役による調査結果提言も踏まえまして、昨年4月モザンビーク農業食料安全保障大臣が現地 NGO 農民団体と対話の進め方について協議を行い、現在現地 NGO 農民団体の間で意見交換が行われているものと認識しております。行政裁判所の情報開示命令がですね、農業省に出された点に関してモザンビーク政府の行政機関と行政裁判所とのやり取りでありまして、まあ JICA としては先ほど申し上げたとおり直接お答えするべき立場にはございませんけれども、モザンビーク職業農業食料安全保障省と同省は毎年行政裁判所に対しプロサバンナ事業に関する情報を開示してきた旨説明する書簡を根拠資料とともに大臣名で発したということでございます。ただJICAとしましては実施機関として関係者に丁寧に対応するように努めてまいりたいとこのように思っております。井上聡君。時間だから終わりますが、先ほど述べた昨年11月に参議院議員会館で行われた三国民主会議に現地の農民の方が参加をされておりますけど、JICA資金によって市民社会に分断が作り出されたと、人権侵害が行われているとこう述べて、ナンプラー州の農民連合の代表がですね、私たちは JICA が小農農業を撲滅しようとしていることを熟知していますと、しかし私たちはこの小農農業にこそ依存して暮らしてきたし生存しています、しかし JICA は私たちが小農がこの農業を継続することを許しませんと、ここまで訴えられております。しっかりこういう訴えをですね、受け止めてですねやっていただきたいと強調しまして終わります。